コスビー賞は1984年9月20日から1992年4月30日の8年間、アメリカ合衆国の NBC で放送されていた、ビルコスビー主演のシットコムのテレビ番組である。ニューヨークのブルックリンクに住む、上位中流階級のハクスタブル一家の物語。1987年から1993年の6年間、スピンオフ、A Different World も放送された。 1980年代初頭、ABC 幹部マーシー・カーシーとトム・ワーナーが自身の制作会社設立のため退社した。二人は駆け出しの会社で売るためのシットコムの制作を決め、名のある俳優の起用を検討した。1970年代にシットコムに作品を失敗していたビル・コスビーはスタンドアップコメディのアルバムで賞を獲得し、1980年代初頭は 活動が控えめだった。カーシーとワーナーは、ビル・コスビー、ヒムセルフを見ており、コスビーのファンであったため、コスビーの身の回りのネタで、番組制作を決意した。会期後、コスビーは、リムジン運転手のブルーカラーの家庭で、専業主婦と二人の息子、二人の娘がいる、設定のアイデアを持ってきた。しかし後にコスビーは、妻、カミール・コスビーのアドバイスをもとに、父が医師で、 母が弁護士の裕福な家庭という前回と違うアイデアを持ってカーシーとワーナーを説得した。コスビーはこの番組で非常に高い制作の才能を発揮した。彼は自身の人生体験をもとに教育的に作りたかった。また他の多くの番組が制作されていたロサンゼルスでの制作を拒みニューヨークでの制作となった。ハクスタブル家の外観は マンハッタン区のグリニッチビレッジ7番街近く、セントルークプレイス10番地で撮影された。ニューヨーク市、ブルックリンハイズ、スティグッド大通り10番地にある、ブラウンストーンの建物に暮らす、上位中流階級のアフリカ系アメリカ人の家族の話である。キャストは主にアフリカ系アメリカ人であり、スティービー・ワンダー、ベナ・ホーン、ティト・プエンテ、アート・ブレイキー、 BB キングなどをはじめとする多数の黒人音楽家が本人役として実際にゲスト出演したり、ジャズ、ブルース、アフロキューバンなどをはじめとするアフリカ系文化にルーツを持つ音楽が頻繁に使用されている。また、ミリアム・マケバがゲスト出演し、家族がアフリカの南部の文化に触れるエピソードもあった。アフリカン・アメリカンをはじめとする黒人文化を理解する上でも、 非常に教育的な内容となっている。また、番組始めに、コスビーが、薬物乱用防止のためのコメントをしたり、1992年の、ロスボードの最中に放送された、最終回で平和についてのコメントをしたりもした。コスビーの実の息子でありし強み症を抱えている、エニスをモデルにした、テオの学習障害、デニースの友達が十代で妊娠したこと、クリフの友人の娘が、 薬物にはまってしまい、家族を破産寸前にまで追い詰めたことを扱うなど、コメディの割にシリアスな内容や当時の社会問題も時々扱っていた。この番組はアメリカ社会に大きな影響を与えており、中でも中学時代成績が悪く、大学には行かずに就職すると最初言っていたテオがディスレクシアを抱えながらも最後ニューヨーク大学を卒業し、 さらに教育機関でのボランティア活動、自分の生徒のディスレクシア早期発見に尽くしたり、する様は、視聴者、アメリカ社会に少なからず影響を与え、若者や大人、親、子供にかかわらず、教育や家族のあり方などの参考として見ていた人も数多い。シーズン1エピソード1の中のクリフのセリフ、アイブローというインディスワールド、アンド、アイアイムゴイングツーテイクユーアウトを、 責任を持って、外の世界に送り出すぞ。という意味は、実際の過程でもよく使われる有名なフレーズとなった。また、ディスレクシアの社会的理解度は、この番組によって大きなものとなった。コスビー賞のパイロット版は、第1シーズン第1話としてそのまま使用されたが、他のエピソードとは、設定に、違いがある。第5話まで。 ハクスタブル家には4人しか子供がいない設定で放送されていたが、その後第6話から長女、サンドラの話題が出て、第10話に初登場し、それからはサンドラが長女で、子供5人という設定で放送された。このサンドラというキャラクターは、ビルコスビーが子供の大学卒業というエピソードを表したかったために追加されたものである。ホイットニー・ヒューストンも、 当初サンドラ役の候補に上がっていた。最終的にサンドラ役として選ばれたサブリナルブーフは母親クレア役のフィリシアラシアドと10歳しか違わない。パイロット版およびシーズン1エピソード1だけハクスタブル邸のリビングルームが後のエピソードとは全く違っており、またダイニングルームとマスターベッドルームではカラーが違っていた。 作中のクリフとクレアのやりとりの多くはコスビー自身の妻カミールとの日常生活がモデルとなっている。オープニング曲は同じ曲を毎シーズン違ったジャンルにアレンジされて使われた。60分放送の最終回では第2から7シーズンの映像を編集して新しいバージョンのキスメが使われた。この番組はブルックリンクに住むアフリカ系アメリカ人の家庭を 描いた作品であり、社会的に成功した家庭像を描いている。コメディでありながら非常に教育的な内容となっている。クリフ・ハクスタブルはアメリカで最も愛される父親と呼ばれるようになった。コスビー賞は8年間にわたり木曜夜8時より放送されていた。この番組はニール戦車調べの視聴率でオールインザファミリー。 アメリカンアイドルと並び5年連続第1位を獲得した TB ショービルディングス ATA グランス2011年11月21日閲覧オレンスティーン、マーナ、スマートバットスタック、ハウレジリエンスフリーズ、インプリズンドインテリジェンスフロムラーニングディサビリティ セカンドエディション、ラウトレッジ、P12、ISBN 978から1から135800437、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、i d 9 k v b 6 u q ザヨックピコグラムイコール =PA122013 年8月5日、閲覧。アルドリッジ、ドロレス P、ヤング、カーリーン、アウトオブザレボリューション。 The Development of a f r e ー o n a Studies 歴史新 ton b o o k P350 ISBN 9780739105474http コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books ID イコール 6KMV4XQFF8 C& ピコグラムイコール PA350 2014年2月11日閲覧 The コスビーショー 1984-1992People2010 年11月19日閲覧 Sondra Hackstable TibedTBLANT BIOCOM2013 年8月6日閲覧 a b t v r a t i n g s 1 9 8 4 1 9 8 5 c l a s s i c t v h i t s c o m 0 2 1 2 2 0 1 0閲覧 AB TV レーティングス千九百八十五千九百八十六 CLASSICTVHITS.com 零二一二二零一零閲覧 ABTV レーティングス千九百八十六千九百八十七 CLASSICTVHITS.com 零二一二二零一零閲覧 ABTV レーティングス 19861987classic tvhits.com 02122010閲覧 abtvratings19881989classic tvhits.com 02122010閲覧 abtvratings 1987-1988classic tvhits.com 02122010閲覧 abtvratings1990-1991classic tvhits.com 02122010閲覧 abtvratings 19911992classictvhits.com 02122010閲覧ありがとうございます。